メディアを再生する飛翔の40倍高速度撮影うちはヤンマは、トンボメサナイトンボかの昆虫の一種。中国、朝鮮半島、日本、ネパール、ミャンマー、タイ、ベトナム、ロシア北東部に分布する。日本の本州、四国、九州に分布する。全長70から87ミリメートルで、 腹長が49から60ミリメートル、甲子長が40から51ミリメートルになる。足には、黄斑がある。オス、メスともに、腹部の第8節には、黄色を黒色で縁取った内輪状の広がりがある。台湾内輪ヤンマにも同様な広がりがあるが、色は黒色のみであり、大きさも少し小さい。名称に、ヤンマとつくが、ヤンマ科ではなく、サナイトンゴ科である。 ヤンマカは頭部の複眼が接しているが、サナイトンボカは頭部の複眼が接していない。また、長時間飛行するヤンマカに比べ、サナイトンボの仲間は、ある程度飛翔したらすぐに止まって休むことも特徴である。うちはヤンマと同様に、コウニヤンマもサナイトンボカである。オスは、水辺の岸近くの枝先などに止まる。平地、丘陵地の深くて、 水面の明け体池や湖に生息する。成熟したオスは縄張りを持ち、水面から出たクイなどの突起物の先端に静止して、占有する。交尾も同様な場所の先端で静止して行う。その後、交尾体のまま飛び回って産卵場所となる水面の浮遊物を探し、見つけると連結を解いて産卵する。産卵はメス単独で行われ、ホバリングをしながら腹部の先で、 完結的に浮遊物を打つ。卵は糸で連なっている。卵の期間は1から2週間程度であり、幼虫で1から2年間を過ごす。幼虫は水深の深いところで生活する。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本では以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。海外では、アシュ、SC フェイラータスが記載されているが、 分類の検討がなされていない。ありがとうございます。